阪神練習試合、才木浩人2回無失点。練習試合、広島阪神、18日、沖縄市、3回から2番手として登板した阪神、才木浩人投手、25、が2回無失点に抑えた。3回は久保、シャイナー、田村を持ち前の力強い直球でフライアウト3つに抑えると、4回は堂林の二塁打などで西1、2塁と得点圏のピンチを迎えたが、中村隆を夕頃に抑えてマウンドを降りた。1月下旬の体調不良でキャンプではブルペン入りが遅れていたが、心配を感じさせない投球だった。5回からは石井がマウンドに上がった。才木は体調不良やったらしいけど問題なさそうやな。才木へは、才木も貫禄やの。才木なんてシーズン中もほとんど打たれることないからね。余裕すぎる才木、ストレートで押し込んで制圧。才木のストレートってマジで飛ばんな。村上才木の別格感。7、8人でローテを回せる上、中継ぎも充実しているので、5、6回まで抑えるだけで勝ちがつくだろうから、去年の大竹みたいに規定投球回に足りなくなるピッチャーが増えそう。村上、才木ともに万全。今年も期待している。才木、今年こそは2桁勝利や。村上も才木も好調、実に結構。村上、才木、一進、無失点2連。ピッチング見てる感じ、村上と才木は大丈夫そうやな。よし、4回裏も才木が無失点に抑えた。才木よくやった。村上同様素晴らしい仕上がりぶりだ。才木くん、2イニング目も無失点。まあ2人くらい怪我しても余裕で賄えるからな。ピッチャーに関しては心配してないよ、はっきり言って。おお、村上にも負けてない。才木も安心できるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。